こんにちは、インフォクリエイターです。今日は図形を挿入する方法についてお伝えします。とても簡単です。図形を挿入する方法。まず、挿入タブをクリックして、表示されたリボンの中の図形をクリックします。そうすると、図形の一覧表が表示されますので、目的の図形をクリックすると、例えばこれ、楕円をクリックすると、マウスの形が、アイコンの形がこのようにプラスの形のものになります。この状態で左クリックを1回押すと、図形が挿入されます。もう一度やってみます。挿入タブ、図形、スマイルを右左クリック。そうすると、マウスがこのように変わりますので、左クリックを押すと、挿入されます。今、左クリックを1回押して、図形を挿入しましたけど、その時は規定のサイズの図形が挿入されます。図形を挿入するときに自由にサイズを変えたい場合、挿入タブ、図形、太陽。この時に左クリックを1回押すのではなくて、左クリックを押してドラッグします。左クリックを押します。押し続けます。そうすると、アイコンが少し大きくなって、この状態でマウスをドラッグすると、このように、いろんなサイズの図形を挿入することができます。これ今、まだ確定されてないので、このようにぐるぐる動かすことができるんですけど、このサイズで図形を挿入したかったら、この瞬間に左ボタンを離します。そうすると図形が挿入されます。今は挿入したときに1個だけの図形が表示、挿入されましたけれども、同じ図形を連続して挿入したい場合、このようにします。挿入、図形。稲妻。この時に右クリックを押します。そうすると、このようなツールバーが表示されますので、描画モードのロックを左クリックします。そうすると、マウスのアイコンがこのプラスの形に固定されますので、この時に左クリックを1回押すと、このように挿入。また別の場所に移動して左クリックを押すと挿入。そして次に、ドラッグしながら挿入すると、このように何個でも連続して図形を挿入することができます。この描画モードのロックを外したい場合はエスケープキーを押します。するとマウスのアイコンがこのように変わり図形の挿入が終了します。それでは今からアンパンマンの顔を図形の挿入で描いてみたいと思います。挿入挿入、図形、円。挿入、図形、円。挿入、図形、円。挿入、図形、半円。口。挿入、図形、ほっぺた。挿入、図形。眉毛を描いてみましょうか。挿入、図形。眉毛はどこかな。眉毛、眉毛描けるかな。円弧。
挿入して、こんな感じか、もうちょっと広げてみる、こうやってで回転させて、こうすると、あ、色が一緒やから見にくいな、これ黒で、もう一個挿入、片方の眉毛、なかなか難しいな、あ、こんな感じ、うん、これだとちょっと色が青やから色つけてみましょうか。まずこの顔で、鼻、鼻は赤やったかな、確かあんたもこんな赤じゃなかったかな、こんな感じかな。で、あとこれ、ほっぺたはなんか足りひんよ、あ、目や、目が黒かったな、確か、これ黒、黒、あ、なんか足りひんな、あ、そうそう、あの、挿入、付け、で、四角、正方形、長方形、あ、そうそう、この光ってる表現、これが色が白で、挿入、付け、四角、こんな感じです。アンパンマンできました。いや、なんかすいません。全然違いますけど。Excel の図形だけで、ここまで描くことができます。